やべえ、見つかったわ。逃げましょう。急げ、こっちだ。危ねえとこだったぜ。それどころか何の情報もなかったな。やっぱりダイス関連の会社を手当たり次第に当たったところで、かすみさんに行き当たる可能性は低いわね。そうね、それしかないわね今は。とにかく今この辺をブラブラするのはまずいぜ。シンハさんのところでも行こう。何か情報が入ってるかもしんねえからな。そうしましょうか。いいわね、トウヤ君。何か新しい情報が入ってるといいけど。その前にシンハさんとミブさんがいるかどうかが問題だけどな。こんにちは、宇津木さん。クモノ君とヒイラギ君も。よう。よかった、二人ともいたのね。どうだった中野のビルは。全然ダメ、収穫なしだ。またか。あそこはオーパス関係の研究をやっていたはずだから、もしかしたらと思ったが。ま、いいって、また別のとこに行くさ。ダイス関連の施設に侵入するのもそろそろ限界かもしれませんね。私やミブさんの知っている施設はもうほとんど回ったわ。あまり派手に動くと手がかりが得られないだけでなく、敵の目を引いてしまいます。そういえば最近またいろんなところにディソナントが配備されるようになったわね。お前らが暴れたんで再びオーギュメント回収にも力を入れ直したんだろう。たく、どうすりゃいいんだ。いや、それはね、霞のこととは関係ないだろう。ヒイラギの言う通りだ。どうしてそう言い切れるの。考えてみろ、演奏時と御子柴、オーギュメント回収に躍起になっているのはどっちだ。そういうこった。御子柴は霞の能力のことは演奏時から知らされちゃいねえ。ということは最近ダイスの攻撃の手が厳しくなってきてるのは。純粋に君たちが暴れすぎたからということになりますね。なるほどね。要するに御子柴を逆切れさせちまったってことさ。ジレってえよな。そうだ、大事なものをお渡しするのを忘れていました。クモノ君、これを。拾ったのです。拾った。ええ、おそらく不調をきたしたディゾナントのものでしょう。考えられないわけじゃないわ。ダイスも次々とディゾナントを投入してるから、その中には不良品も増えているはずよ。もう一つ気になるニュースがあります。かすみ君のことなのですが、学校に休学届が出ています。おばさんは今ミラノだよな。調べたところでは遠い親戚の方のようですね。こいつは思いっきり臭いぜ。ちょっと探ってみるか。それが良さそうね。あれ、クモノ。どうしたのよこんな時間に。授業にも出てなかったし、あんた今日休みじゃないの？
いつもそればっか。肝心なことはちっとも教えてくれないんだから。私はね、忘れ物を取りに来たんだ。昨日ここに携帯忘れちゃったからさ。今日は休み。風邪をひいちゃったんだって。私も先生に相談したいことがあったんだけどね。え？ちょっと、もう帰るの？あのさ、私も今帰ろうと思ってたの。だからさ、クモの、たまには一緒に帰らない？嫌なら別にいいけど。ちょっと、何よそれ。どういう意味？ちょっと、待ちなさいよ、クモの。あんた最近おかしいよ。何隠してんの？クモのってば、答えなさいよ。じゃあ、かすみならいいの？私は関係なくて、かすみには関係あるの？かすみは特別ってことなの？クモの…いた、ビショップだ。やあ、どうも皆さん。ごめんなさい、待たせてしまったみたいね。いいえ、神の教えを皆さんに解きながら待っていましたから大丈夫ですよ。そりゃ皆さんは迷惑だったことで。そうでした。実はその情報を掴んだのはジョーカーなのです。ジョーカーが？彼は今この池袋のアトランティスというお店に勤めています。そこに行きましょう。ジョーカー行きつけのお店を変えたの？渋谷の店はまたダイスの見張りが立つようになってましたから、友達を頼ってこちらに移ったようです。友達ね。あのジョーカーだろ。どんな友達なんだか。渋谷の店とあんまり変わんねえな。さあ、中でジョーカーが待ってます。ジョーカー、皆さんをお連れしたぞ。あら、みんないらっしゃい。トーヤ君、慌てなさんな。とりあえず座ってちょうだい。ついでに飲み物と食い物も欲しいとこだな。表にコンビニあるわよ。いや、そうじゃなくてさ、実はね、この間お父さんがダイス関連の会社に勤めてるって子がこのお店に遊びに来たのよ。でも池袋にはダイスの関連会社はないはずよ。三部さんの情報でも池袋にはダイス関連の施設はなかったな。そんなのどうでもいいじゃない。最近できたんじゃないの？ま、とにかく私、自分の身の安全のこともあるから、そのビルを探りに行ってみたの。結果は黒、真っ黒よ。やっぱりダイス関連の施設だったわ。しかもディゾナント関係。まさか。私もその話を聞いてからそのビルを見張るようにしてみたのですが、そこで驚くべき人物を見ました。いえ、そうではありません。 JB さんです。 JB だと？それは怪しいわね。もしそのビルに侵入するなら協力するわよ。ジョーカー、一つ聞いていいか？
なんでお前が進んで協力するんだ。そいつも怪しいぞ。すみません。彼はその施設に大量に古美術品が運び込まれたという情報も得ていて、ついでにそれをいただこうってことか。失礼ね。せっかく協力してあげようって言ってるのに。古美術を集めてるとなると、ますますオーギュメントに関係している施設の可能性が高いわね。ソースを集めてるってことか。それに JB がいるってことは、演奏者たちがいる可能性もある。そうね、 JB は演奏時派みたいなものだから。喜んで。だから、いいって言ってるでしょ。なんか不安だが、ま、よろしく頼むぜ。そのビルは裏口が意外と手薄なのよ。侵入するなら裏からにしましょう。もしかして罠じゃねえだろうな。何なの？どうしたの？ちょっと待って、俺じゃねえ。まだ何もしてねえよ。助けてくれ。助けを求めています。早く助けましょう。ビショップ、あんた人が良すぎるわよ。ジョーカー、文句言ってる暇はないようだぜ。来るわよ。味覚同士だったわね。そんなことどうでもいいから早く逃げようぜ。とりあえずジョーカーの店へ行きましょう。なんでそうなるのよ。他に行くとこないだろ。ほんとあんたたちと関わるとろくなことが。早くして。追っては大丈夫ね。ああ、大丈夫だ。誰もついてきてねえぜ。一安心じゃないわよ。まったく、なんでこんな厄介者を背負い込まなきゃなんないのよ。困った時はお互い様だ、ジョーカー。なんで私こんなのと友達なんだか。もう嫌になっちゃうわね。なんとか。どうもありがとうございます。まったく、なんだってあんなタイミングで飛び出してきたんだか。リコ？リコじゃないか。え？あなた、フィル？思い出した、写真の男、リコちゃんの昔の男だよ。聖志郎くん、違うって言ってるでしょ。へえ、リコちゃんも結構やるじゃない。もうみんなで寄ってたかって。でもウィル、まさかこんなところで会うとはね。僕もびっくりしたよ、リコ。本当に久しぶりだ。元気だったかい。ええ。でもどうしてあなたがダイスに。その話私も聞かせてもらおうか。佐伯、なんであんたここにいんのよ。あのビルは私も前々から目をつけていたね。見張ってる時に俺たちの戦闘に出くわしたってわけか。そうだ、私も聞かせてもらうぞ。話を続けていいかしら。リコちゃん、その前に俺ら紹介してくれよ。そうね、ウィル、とりあえずこの人たちを紹介するわ。
んじゃ、自己紹介も終わったとこで本題に入るか。ああ、どうぞ。それで、ウィル、さっきはどうしたの？僕は、ダイスを脱走したんだ。そいつはまた穏やかじゃねえ話だな。ああ、実は僕は1年ほど前からダイス系列の研究所に雇われていたんだ。日本の研究所で小さなものだけどプロジェクトも任された。怪しげな研究じゃないでしょうな。とんでもない。僕の研究は冷暖房の効率化システムの構築だよ。なんだそりゃ。ダイスってのは本当に何でもやってんだな。地味かもしれないけど僕には大事な研究だったんだ。でもそれがやっと軌道に乗り始めた矢先に突然移動の事例が出て、それまでやっていた研究は全て中止だっていう。僕はどうしても納得できなくて直接ボスに掛け合おうとした。学生のスラングで教授のこと。まあこの場合はそのまま現場の最高責任者と取っていいわ。なるほどね。で、そのボスってのは誰なんだ？演奏時、カナメという人だよ。クモノ君、落ち着いて。いや、構わない。ウィル、先を続けて。あ、そこで僕は偶然聞いてしまったんだ。一人の男とボスが話してる恐ろしい話を。恐ろしい話？それはどんな内容だったのです？僕が配属される予定の研究というのは、一人の少女の特殊能力を兵器に応用しようというものだったんだ。ああ、間違いねえな。続けて。その少女は研究のためにさらってきたらしい。僕はそんなことを平気でするダイスという組織がとても怖くなった。そして警備の目を盗んで研究所から脱出してきたんだ。の割にはしっかり見つかってたじゃねえか。そしてさっきの場面というわけか。顔とかははっきり見なかったけど、すごく特徴のある人だったよ。どんな？部屋の中なのにゴーグルをつけてコートも脱ごうとしない。そして何よりも大きな剣を持ち歩いていたんだ。ジェビー。おいおい、ちょっと待てよ。その話できすぎだぜ。これじゃあ怪しんでくださいって言ってるのと同じだぜ。でも話の筋でおかしいところはどこにもありませんよ。考えすぎなのではありませんか？僕、間違ったこと言ってないよ。全部本当のことだ。ウィルは嘘をつくような人じゃなかったわ。ちょっと待てよ、リコちゃん。安易すぎるぜ。単に昔の知り合いだからって簡単に信じるのかよ。でも本当に彼は嘘を言うような人ではないの。それは私が保証できるわ。けっ、いつもの慎重なリコちゃんらしくもね。情が絡んだ途端にこれかよ。やってらんねえぜ、まったく。私は事実を言っているだけよ。それにいつだって慎重なつもりよ。
どいつもこいつもめでてえな。ひょっとして清志郎君焼いてるんじゃないの？なんでそうなるんだよ。なんでバカお前は。バカとは何よ。他に知っていることはありませんか？特にその女の子について。その時聞いた話では、女の子は三軒茶屋にあるボスの屋敷に囚われてると。喜ぶのはまだ早いぜ。まだその情報が本当かどうか分かりゃしねえ。本当に君は疑り深いわね。彼が私たちに嘘をついて得でもすると思うの？なんだよ、何もそんなに怒んなくてもいいだろ。行くよ、行きゃいいんだろ。私も同行させてもらう。 JB がいるかもしれないからな。私パース。何のメリットもないもんな。初めから期待してねえよ、お前には。あんたほんと可愛くないわね。そりゃどうも。ああそうだ、案内してくれる？わかったよリコ、僕に任せておいてくれ。寄ってくか。なんだお前たちか。チース。そうか。ああそうだ。おいゆかり。何お父さん。あお兄ちゃんたちだ。おゆかりちゃん、ちょっと待っててね。あ、実はな、あいつがお前らにあげたいものがあるんだとさ。ゆかり、お兄ちゃんたちに何かあげるんだろ。素早い。お兄ちゃん、はいこれ。オーパス？こいつと病院を出るとき、ゆかりが看護婦からもらったものなんだが。おいおい、あん時はこっそり抜け出したんじゃなかったのかよ。そういうわけにはいかんだろう。それまでずっとゆかりの面倒を見てもらっていたんだ。挨拶くらいはしないとな。義理がてえやつ。ところで大丈夫なのかそれ。ガラス玉とでも思ったんだろう。中庭で拾ったと言っていたが。そうね、あの病院ならディゾナントの研究もされてたし、オーパスが転がっててもおかしくないわね。そうか。ゆかりもああ言ってる。心置きなく受け取ってくれ。何、ゆかりからの礼だとでも思ってくれればいい。トウヤ、もらっとけよ。お前が預かっておいてカスミに渡せばいいだろ。そうだ、カスミお姉ちゃんは？ごめんね、カスミさんは今別のところにいるの。そうなの。じゃあお兄ちゃん、それカスミお姉ちゃんにも見せてあげてね。しまして。ところでミブさん、俺腹減ってるんだけど、なんか食わしてくんない？仕方のないやつだな。分かった、上がっていけ。ただしあんまり食うなよ。俺だってその辺はわきまえてるって。ミブさん、安請け合いしない方が。ちょっと食ったな。味もままだよ。水さん、クモロ、これからヒイラギは連れてくるな。こいつ一人で晩飯の食材まですっからかんだ。だから言ったのに。
ったく、ゆかりの飯がなくなっちまったじゃねえか。お、あれ先生じゃねえか。おい先生。なんだ、当屋に清史郎か。どうしたこんなところで。俺の家この辺なんだよ、行ってなかったか。ああ、保健の先生が風邪で長く休んじゃ示しがつかんからな。ま、そりゃそうだ。この辺でブラブラしてたことについては学校には内緒にしといてくれ。大事を取って休んでたんだが、そうひどくもなくてな。これ幸いと久しぶりに買い物をしてるんだ。ああ、頼むよ。さて俺はもう行くが。なんだあんた、私に何か用かい。いや失礼、気分を害したのなら謝ります。別に。トウヤ、セシロ、お前たちにもいろいろと込み入った事情がありそうだな。かなりヘビーなやつがな。まあ何をしてるのかは詮索しないさ。自分の正しいと思うことをやればいい。できるだけ法に触れない範囲でな。でなけりゃ後でお前らを助けなきゃならない俺がかわいそうだ。それを聞いて安心した。じゃあな、俺は帰るよ。早く学校にも来るんだぞ。またな先生。じゃあこちらも行きましょうか。ここがボスの屋敷だよ。さすがダイス幹部ともなるとすごい家に住んでるよね。あんたが住んでたマンションは十分すごいって。いやはや、ボロ屋に住んでる私には言葉もありませんよ。あんたんとこはボロすぎんだよ。さあこっちに来るんだ。おとなしくしろ。私たちに手荒なことをさせないでくれ。円相寺に桐生。雲野だと。どういうことだ、なぜ奴らがここに。おいトウヤ、ここを逃したら次はいつになるか分かんねえぞ。ディゾナント、早く奴らを SC 空間に取り込め。奴ら、霞を連れて屋敷の中に逃げ込みやがった。早く、追うわよ。
かしてやったよ。痛いか、気持ちいいか。うつろ。増えた。俺の獲物増えた。ひどい、なんということ。うつろ、貴様。変装寺さん、しっかりしてください。変装寺さん。いいね。美しきかな師弟愛といったところだね。すぐにお前たちも真っ赤にしてやるよ。うつろ、お前はしばらく黙っていろ。この美しい光景に水を差すつもりか。いた。チェビー。いや待てよ、この場合は指定愛じゃないな。何と言うんだったかな。どういうこと、何がどうなってるっていうの。おやおや、いつの間にか皆さんお揃いで。円相寺さんが後ろに刺されて、あの女はそこの JB に奪われた。まあそういうことだね。彼女は俺が預かってるよ、ご心配なく。 JB、 貴様やはり裏切って。刺してはいたみたいだね。さすがその若さでダイスの幹部にまでなることはある。けど注意力が足りないな。せっかくヒントまで与えてやっているのに。ヒントだと？ジャック・オブ・ビトレイヤー、略して JP。 俺の名前さ、イニシャルだとでも思ってたのかい。なるほど、裏切るものね。いかにもあなたらしいふざけた名前だわ。どうやら俺たちは仲間割れの現場に出くわしちまったようだな。おいおい、ヒイラギ君、失礼だな。君は俺に対して仲間なんて低俗な言葉使わないでほしいね。なんだと？あなたは円相寺側の人間じゃなかったの？誰がそんなこと言ったんだい。俺と円相寺はお互いにいつ裏切ってもおかしくない、いわば利用し合う関係だったのさ。もちろんそれは彼も分かってるはずさな、円相寺。貴様、巫女縛り。円相寺さん、いけない。喋らないでください。そうそう、あまり無理しない方がいい、死んじゃうよ。何の話だったかな。そうそう、仲間なんて信じたりするとそれこそ裏切られてしまうって話だったね。なあウィル君。ウィル？あなたまさか。ご苦労さん、そろそろ君の出番は終わりだ。もう芝居はしなくてもいいんだよ。私たちを騙したのね。仕方がなかったんだ。そう、仕方がなかったんだよ。僕には成功をつかむためのチャンスが必要だったんだ。やっぱりこういうオチかよ。ミコ、君なら分かってくれるだろう。僕は大学時代にある教授に汚名を着せられた。僕の論文を自分の名前で発表したあいつに。
見る。そして大学に抗議した僕は逆に大学を追われたんだ。それ以来僕はずっとそのいわれもない汚名のために蔑まれてきた。これはそんな僕にとってたった一度のチャンスだったんだ。新しく設立されるダイス研究所の所長の座だよ。そこの JB って人が約束してくれた。支部長の三越馬さんに話をつけてくれるって。そこでは最新の科学技術を扱えるんだ。大学だけどこなしてみせる。そうだリコ、よかったら君も。バカね。今の JB の話を聞いてなかったの。こいつはそんな約束を守る男じゃないの。哀れな方です。嘘だろ。おい、あんた僕との約束守ってくれるんだろ。さてと、君の役目も終わりだ。うつろ、やっちゃっていいよ。嘘だ、冗談だろ。ちょっとやめてくれよ。所長にしてくれるってあんた言ったじゃないか。でもやめにした。よく考えたらさ、俺は他人にぶら下がって生きようとする君みたいな人間はあまり好きじゃなかったんだ。そんな危ない、逃げて。ミル。僕が研究所。うつろのやつ、ミルまで。いけません、早く手当てをしないと。そうはいかねえんだな。次は待ちに待ったお前たちの番だからさ。うつにリコの窮地の人物を使い、クモの君たちを円相寺の元へ導き、円相寺が弱ったところで助けに入るふりをして女をかすめ取る。素晴らしい。君たちは俺の手の中で思い通りに踊ってくれたよ。ジェビー、お前はいつもそうやって裏から糸を引いて楽しんでいる。たまには舞台に降りてきたらどうだ。いや、俺はこれで失礼するよ。ここからはうつろ、お前に任せる。しばらく遊んで、あとは好きにしな。待て、JB！ 相手を間違えないでくれないか。この作望の台本には君たちの最後の相手はうつろということになっている。こいつふざけやがって。お前たちの相手はこの俺だ。かすみさんは丁寧に扱うから心配はいらないよ。じゃあね。クソ、ジェミーが。こうなればまずうつろを叩く。ジェミーはその後だ。いいな。早く済ませましょう。このままではうつろさんに刺されたウィルさんと円相寺さんも危険です。リコちゃん大丈夫かよ。しっかりしろ。大丈夫よ。
おのれ、うつろ、また仕留め損なったか。無駄だ、とっくに逃げている。くそ、何度同じことを繰り返しゃいいんだよ。演奏寺さん、無理はやめてください。私が傷を見ましょう。多少心得がありますから。すまない、頼む。ああ、そうだった、あいつもうつろの野郎に。無駄よ、今調べてみたけどもう死んでいた。ほぼ即死だったよね。リコちゃん大丈夫なのかよ。私、私は平気よ。ウィルのことは仕方ないわ、自業自得だもの。エンスおじさん、動かないでください。治療は遠慮しておく。私に触るな。エンスおじさん。おい、そいつは敵だぜ、放っておけよ。だいたい最初に誰がカスミをさらったと思ってんだ。ヒイラギの言う通りだ、クモノ、とどめを刺せ。クモノ、その甘さがいつか命取りになるぞ。しょうがねえな。けどな、エンソージ、その代わりお前の知ってることを教えてもらうぜ。お前らの施しは受けん。わかった、エンソージさんが話さなくても俺が話す。だからエンソージさんを助けてくれ。忍ぶ、勝手なこと。気を失ったようだな。いけません、急いで治療しなくては。キリュウ君、手伝ってくれますか。もちろんだ。他の人たちは手分けしてお湯と清潔な布を探してきてください。お前もビショップの人吉が映ったんじゃないのか。ったくよ。それではキリュウ君、そちらを支えてく。なんと。いえ、それが佐伯さん、治療変わってもらえますか。なんだと、どういうことだ。彼、いえ、エンソおじさんは女性です。何、そんなバカな。エンスおじさんは女性です。ですから応急手当の心得のある女性、つまり佐伯さんに代わっていただきたいと。マジかよ。おい、治療が終わったわ、もう上に来てもいいわよ。うつぎ、エンソージさんの具合は。ええ、命に別状はないらしいわ。詳しいことは佐伯さんに聞いてもらえるかしら。わかった。血止めはしておいた。内臓に傷はついてないから、しばらく安静にしていればすぐに動けるだろう。よかった、エンソージさん。それじゃあキリュウ、お前の知ってること早速話してもらおうか。分かった、約束は守る。俺の知っていることは全て話そう。待て、忍ぶ。エンソージさん、大丈夫ですか。はあ、佐伯の手際の良さに感謝しなければな。だいぶ楽になった。私から話そう。お前たちに助けられたのは事実だからな。彼は作っておきたくない。すいません、俺の勝手な判断で。いや、いい、あの場合はお前の判断の方が正しかった。
つまらぬ意地を張って命を落としては元も子もないからな。はい。それで何が聞きたい？かすみはおそらく御子柴の手に落ちた。 JB は私に協力しながら密かに御子柴にもつながっていたんだ。それなら今 JB は御子柴のところにいるんだ。そういうことだ。しかし御子柴さんはあなたの上司でしょ。確かにな。独断で霞を誘拐した時点で私の中では完全に決裂したつもりだった。お前たちが攻め込んできた銀座のビルの一件。ああ、あの簡易ディゾナントの一件か。そうだ、あの騒動の時点ですでに霞の情報が御子柴へ流れ始めていたのだろう。そこですでに JB は裏切っていたのだ。なるほどな、そういうことだったか。もういいか、円相寺さんを早く休ませたい。ま、霞のこと以外俺たちは興味ねえしな。もう一つだけ聞かせろ。なんだ？答えたくないなら答えなくても構わない。一応聞いておく。なぜお前は女であることを隠していた？貴様！構わんしのぶ、佐伯は命の恩人とも言える。あ、しかし私にとって女であることは邪魔なだけだったのだ。今の社会、いくら男女同権がどうのと騒いだところで結局体制は変わっていない。同じ仕事をこなしても女であるだけで軽く見られる。ダイス内での競争は熾烈だ。少しでも相手に隙を見せるとすぐにポストから引きずり下ろされる。私はダイスのトップまで上り詰めなければならない。そのために私は女を捨てた。忍、すまなかったな。お前まで騙すつもりはなかったのだが結果的にはそうなってしまった。いえ、あなたが男だろうと女だろうと円相寺さんは円相寺さんです。俺の忠誠は変わりません。俺はあなたのために生き、あなたのために死ぬ。それが俺がこの世にいる意味ですから。私はお前が思うほどできた人間ではないぞ。俺が勝手に決めたことです。円相寺さんが気にすることはありません。すまんな、忍。それだけか、佐伯。ああ、それだけだ。で、これからあんたらはどうすんだ？お前たちには悪いが、もう一度霞を手に入れる。そしてオーギュメントをもう一歩前に進めた兵器にする。まだ懲りてねえのかよ。協力し合うことはできないのですか？あくまでその先に私の理想はあるのだ。残念ながら協力は無理だ。もう他に話せることはない。いいのか？この場はお前の行為に甘えておこう。しかし次に戦う時には俺がお前を。それじゃ円相寺さん、俺の肩に。すまない、忍。おい、いいのかよ。おや、ああ、本当に行っちまった。今やっちまえば後腐れがねえのにな。戦地だね。ま、今日はお前の顔を立てといてやるよ。円相寺さんは自分の理想のために全てを犠牲にしても突き進もうとしている。
さあな、俺にはそんなご大層なもんはねえし、人それぞれの考えだ。何が正しいのかなんて誰にも分かんねえよ。しかしこれで今後のターゲットは明確になりました。リコちゃん、リコちゃん、え、あ、ごめんなさい。何？いや、その早く忘れちまえよ、ウィルのことはさ。そうね、彼はね、私にとっては憧れのような存在だったのよ。とても優秀で、人格も尊敬できて、みんなに慕われていたわ。昔は本当にすごかったのよ。大学の名誉教授の講義中に教授と議論を始めた上、論破しちゃったこともあってね。その場にいた学生の間じゃ今でも語り草になってるわ。へえ。ただね、大学を追われる格好で彼が失踪してから数年が経って、今日久しぶりに会った彼は変わっていたわ。昔の大学一の秀才と呼ばれてた頃の鋭利で才気に満ちた面影は跡形もなく消え失せていた。まあそりゃ変わりもするさ。たとえ大学を追われるようなことがなかったにせよ、それだけ年月が経てばさ。そう、時間は人を変えるわね。良い方にも悪い方にも。ウィルさんをあのままにしておくわけにもいきませんからね。ま、どの道大きな騒ぎにはならんさ。ダイスが警察に圧力をかけるに決まってる。わかったわ、シンハさんのところね。よし、それじゃ。ごめんなさい、勝手を言って悪いのだけど、少し一人になりたい。私はしばらくその辺を歩いてからシンハさんのところに向かうわ。君たちは先に行ってて。無理もありません。何しろあんなことがあった直後ですからね。すげえ楽しそうだな、夕凪のやつ。